うん、いはいそれではですね第20回「気まぐれ」ライブ配信始めていきたいと思いますよろしくお願いします せーのー、いいね。あ、続々と見てくれてありがとうございます。ね、ありがとうございます。福ちゃんありがとうございます。中澤さんおはようございます。ね、ありがとうございます。すごいいいねがいっぱい、ハートがいっぱい飛んできた。<laughs> いいですね。ありがとうございます。えー、っと、今日のテーマはですね、あの、継続する力とは、を一緒に深めていけたらなと思っています。皆さんは、 この継続することってうん得意ですかこの継続する方がいいっていうのはみんな知ってると思うんですよね。回やって 12でで、ね、回やってですねあちょっとできるようになって <laughs> もうできるなーみたいな、ね、みたいに思って <laughs> ねあの辞、ー、める人もいれば、あのー、続けようと思ったんだけどもやってみたらいつの間にか続かなかったことってあるんじゃないかなって思うんですね。この継続できる人 と、継続ができなかった人。これの違いって何だろう何が違うんだろうって、えー、順次の中で感じたので、それについてね、今日はちょっと一緒に考えていきたいなと思ってますね。はじまるおはようございます。ね、ここはレッスンよろしくお願いします。えー、ね、そういうふうに、あの、思ったんですけど、あの、順々なりの解釈ですよ。あ、佐藤かな子さんおはようございます。 ねあの思ったんですけど、あのー、そもそもですよ継続できる人と継続できない人は見てるポイントが違うなって私は思ったんですね。これなんだと思いますね。<laughs> なかなかこんなことって考えないと思うんですよ。平林さんおはようございます。ね。思うので、あの、山,山谷さんおはようございます。えー、っと、これね、俺決定的に違うな。ね、あの、決定的に違うなって私が思ったのはですね、えー、続けられる人は大前提として、 続けることが最優先なんですね。何事も、何、すべてのおいての最優先は続けることなんですよ。多い,いですね。課長ね、今にとって大事な話ですね。ね、あの <laughs>、順次の解釈で話すんでね。うん。一番最優先が続けることになっている人が続く人です。そして、 続かない人はですね、何を見てるかというと、早く終わらせようって思ってます。で、この決定的な違いに思ったんですね。続ける人は、続けることが大前提なんですよ。そして、続かない人は終わらせようと思ってるんです。最初から。始める前から。 するとどうなるかです。この早く終わらせようって思ってる人は、だって早く終わらせたいんだから。焦ってますよね、少しね。どっかね。なんか急いでる感じしますよね、ちょっとね。やればやるほど早く終わると思ってる。可能性があるわけです。するとどうなるか。 やりすぎてしまう可能性が出てくるわけですね。何でもですよ。<laughs> 何か目的があって始めたことだと思うので、それを早く手に入れたい。そのために、頑張るのは自分が決めたことなんで、やりたいことですよね、そもそもが。 それを早く欲しいがあまりに焦ってやりすぎることが多いんじゃないかなって純々的に思ったんですねするとどうなりますかねやりすぎちゃうと疲れてこないですかだってやりすぎてるんだから全速力でね 何百メートルもダッシュしたら疲れるじゃないですかそしたら頭の中はどうなりますかねお秋おはようございます秋おはよう <laughs> ね。あの頭の中は続けたいやりたい気持ちはめちゃくちゃあるはずなのに頭の中では葛藤してくるんですね 言いや、今はちょっとね、休んだ方がいいんじゃないのとか、いや、でも俺やりたいんだよみたいな。この、自分の中で葛藤が生まれてきたりします。そんなに無理しなくていいよとか、とか、なるんです。なってくるんじゃないかなって思うんですね。そしたら、その状態でもさらにね、 やりすぎどん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 やっていった先には遅かれ早かれ秋いつも録画で見てくれてねありがとうございますねあのまあ時間が時間ですからね <laughs> ねあの休休まざるを得なくなるわけですねいつか遅かれ早かれですそして自分はずっと頑張ってきた 必死に走り続けてきたからこそその休んだことに対して自分に対してダメ出しする可能性が高いんですねわぁ、俺休んだ休続けるって言ったのに一日飛ばしてしまったとか ね、あのー、これはもうなんていうかな真面目な人だけじゃない気がしますねこれはなんかみんなあるんじゃないかなって思うんですねだってスタートは自分がやるって決めたんだもんその自分のルールを、あのー、破っても誰も怒らないんですよ迷惑のかからないことだったら。 でも誰も怒らないんだけど自分が怒るんです自分に対して <laughs> ダメだなって思ってス再スタートを切りにくくなってきますでも翌日「おお私梶原思い当たる節があるんだねうんうん」 このこ、ね、こあれこれ抱えすぎるとどうなるかっていう話をしますからね, <laughs> ね、あのー。ね、あの、ね、あの、ね、そうやって再スタート切りにくくなりますよね。するとですね、翌日、もう一度再開したとしても、またですね、あのー、すぐ疲れていきます。 そして、また、もう2回目の休みが来ます。そして、うわまた休んじゃった。みたいなように、自分がダメというか、自分の価値を下げるように、自分に対してそういう声かけをしてしまうんですね。 <laughs> いいと思うよ寝たら忘れるようになってますからね。ねうん、で、あのー、そうやってこの自分に対する、まあ、罰というかダメという思いが自分の中に癖になってきますすると見事にこの休むことが癖になってくるんですね。 再スタートを切りな切りにくくなるからです。例えば1週間空いちゃった、1ヶ月空いちゃったは今更もう一回再スタートって言ってもね、これ誰も言ってないんですよ。言ってるのは自分だけなんですそして自分の中に癖になるとどうなるか、そっちの 方向を見なくなくりますだって気分のいいものではないから続けられてない自分を直視することはしんどいなーってなってくるんですね。<laughs> でそう見なくなっていくといずれ人は忘れていきます。そして見事に 早い終わりを遂げるんですねこれが続かない人のパターンなように感じます結果的に思った通りになってると思いませんあ秋毎日数パーセントいくんだねすごいね <laughs> ねうんねうん これ一番最初に見てるのが早く終わらせることを見てるわけですねだ結果的に早く終わってるんですよこれ何が違うかというと階段に例えるとわかりやすいかなと思うんですけど <laughs> ね階段早く終わらせたい人は一段が一個一個が高いです その人の人全力を出さなきゃ登れないような階段を一段一段登ってね手を伸ばしてね指を引っ掛けてね登るわけですよそれを毎日やっていたらそれはしんどくなるでしょうよみたいなっていうことが起こってくるんですねそれだけいつも必死だってことです 必死にやればやるほど周りが見えなくなってくるわけですね。おかしいなって思うわけですなのであのそれじゃあ継続できる人はどういうふうにやってるかというと。 階段は一段一段がすごく小さいですすごく普通に軽やかに登れるぐらい一歩一歩が小さいんですねでもその小さな一歩をコツ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 積み上げている人こそが急にグワーンって行こうとしたよりも時間が経ってみればですね <laughs> 立っていれば最終的には抜いてしまうってことなんですね。それだけ一段一段のハードルを下げてるわけです。お太郎ちゃんおはようございます。ね一歩一歩ねあのハードルを下げているわけですね。でこれは何を見てるかで変わってくると思いませんかありがとうございます。 もともと大前提が続けることが大前提なんで続けるためにが降りてきてるわけですね一歩が大きかったら疲れるじゃんみたいな続けてればいつか抜くでしょってコツコツ積み上げようぜって話なんですねでそうやってあのずっと走ってるわけではないのであの階段も一歩一歩低いしね だからちょっと余裕があるわけですよ。続けててもね。なので、大事なポイントを、あのー、ずっとサーチしてるわけですね。これは何のために継続しているのかっていうのをちゃんと、あのー、押さえて続けているので、そのために、あ、これは大事なポイントだ。あ、これ大事だな。これ、あ、 今はちょっといらないやつだなとかこれあの何、ー、で判断力になるのかな判断基準が明確になっているのでそのより分ける機能が働くんですねでて続けられないものを選んでもね 続かなくなったらね大前提がおかしくなっちゃうからね全部続けるためなんですよ。ね、ために抑えなななきゃいけないけポイントなんですねこれ,これを頑張れば頑張りすぎるほど盲目的に寄ってくるのでやりすぎて疲れて休みたくなる。すると 見事ですよね。これを分けると、これ長期目線と短期目線とも言えるかもしれませんね。これどっちで行きたいかですよ。竹内健さんおはようございます。<laughs> ね。まあ何でもね、あのー、そうだと思うんですけど。 身につけるためにやってると思うんですよ。多分何でも何でもでしょ学びに関することって、うん、身につけてできるようになりたい。できなかったことをできるようになりたいっていうのがこれを習慣化して無,無意識有能になりたいから始めてる。 と私は思うんですね。でも、この、早く終わらせるって最初から見てる人は、そもそも身についてないんじゃないかなっていうふうに私は思うんですね。あの、身につくってそういうことじゃないんですよ。私の中ではね。うん。身につくっていうのは、 何かを学んで <laughs> ね何かを学んでそれをできるようになるだけどもそれをどう生かせるかが勝負なんですよ。知識だけ丸ごと覚えたって大した価値ないんですよその内容には。 その丸ごと覚えるんじゃなくてそれを知った上で何に気づき何をやるのかそして何をやりたいって思ったのかどう生かしていきたいのかとか自分というフィルターを通して 自分の現実を変えるためにアクションを起こす必要があるわけですよ。ここが完全に抜け落ちると、ほぼ義務感になっちゃいます。義務感。まあ作業って言ってもいいかもね。<laughs> じゃあ楽しくないと思いませんせっかく <laughs>、 続けてるのにねそもそも楽しくないと続かないんですよ物事ってねだから早く終わらせたいんですよこの早く終わらせたいって思う焦る気持ちって楽しくないからなんですよだと思うんですね 楽しかったら長く楽しみって味わいたくないですかだと私は思うんですねうん。この楽しめるかどうかっていうのはこのそもそものね最初にスタートするときに そうだな、そうだなあまあた最初はワクワクしてねスタートしたことなのかもしれませんよね。でもそれを毎日続けていくことによって少しずつ苦しくなってきて、まあ、手放していくってこのサイクルですよね。になっていたた時にこの苦しいな って。思ってくると。まあまあしんどいんですよ。ね、これ鴨さんはね、あのー。なんていうかな。うん、まあ不快をね、喜んぶって言いますけど。ね、あのー。本当。そうだと思うんですね。それを苦しい状態。かもしれない。けども。その中に。 楽しめる。工夫。をどれだけしてるかです。でどれだけ軽くするかです。ぎじぎじのスケジュールして楽しもうぜみたいなのは。まあまあ無理だと思うんですね、私はね。うん。もうちょっと、あの空間形態ですよ。あの、一歩一歩の階段低くして、これなら余裕で登れますよみたいな。 感じだったらまだ楽しさも描けるかもしれない。ねそれぐらいそうしてるのは自分しかないんですね。自分で決めて自分でやりたいって言ってるんでね。なのであのこれも完全に自己責任の世界に入ってくるわけですね。 まあ人が関わらないとするならばなんでしょうん。ぐらい、あのー、ね、あのー、まあ、そこがね、自己責任なんでね、あの、余裕を入れるのも自己責任なわけですよ。全部ね。でも、この客観視のような状態って、ある程度余裕が、 なないいとそう見えないんですよいいいやいや俺頑張ってるしみたいなでもなかなかここあれなんだよねみたいなね, <laughs> ねもちろん頑張ってるのは伝わってくるしねいろいろやってるんだろうなって思うんですけど、まあ、そもそもですよねそのためそもそも何のためにそれやってんのです。 が忘れると人は見事に続かなくなります。あれ何でやってんのかなみたいな。でもやろうとか思わなくないですかあれ何のためにやってんだっけいややらなくてもいいかもなみたいな。ってなったらあのー、熱量がないでしょう。う何のためにがね。 と、見事に、あの、続かなくなっていきます。この、すべてですよ。私が思うのは、大前提の一番最初は違うわけですよ。ね。続けることが大前提だったはず。人と、ね。早く終わらせようって思ってる人では、大前提が違うわけです。何を身につけるにしてもです。何を学ぶにしてもです。何をするにしてもです。 それを一つの出来事としてあの終わらせないってことですね。身につけるってそういうことじゃないってことですね。この大前提をもとに何か学んでできるようになったとしてもそれをどう生かすかをやるわけですね。これはもう続いてますよね。 継続が違う道かもしれないけど、ルート的にはつながってるわけです。<laughs> ね、一個一個細切れじゃないんですよ。全部つながってるんですよ、これ。続こうが続く前が続いてる、つながってる道なんですね。だって生きてることって、休んだことあります 今生きてるんだったら、いや、1年間ぐらいあ、ちょっとね、あの、ね、お休みしてたんだよね、みたいな。ないでしょうその道のつながりな、長短ね、長い続けたものもあれば、短いものもあって、全部つながった一本の道なんですよ、これ。その上で、どう生かすかなんです、これ。だから、ずーっとつながってるんですよ。 どうせこのコマ切れになりすぎている人は自信が持ちにくくなりますこれを自分でコツ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 繰り返し続けている人には昨日今日始めた人では叶いません でも続けていればいつか追い抜く日も来るかもしれないだからこの続けるっていうのは最低限な話なんですねやめても続いていくからね違う道がまたス,スタートすると思うんでねそれだけあのー、この継続するっていうのは 自己肯定感にもつながってくるしその自分の歴史としては覆すすことがでできなない実績なんですよそれをこの何ていうかなことをちゃんと、うん、これ知っておく認識しておく。 ことで自分のねの未来描くときに私は描きやすくなると思うんですよ。どうせ続いていくんなら自分が決めたことぐらい自分続けていく人生の方が私は 楽しいんじゃないかなって思うんです。これは他人は関係ないです。自分がどうしたいかが全てだから。ね、そう、そういう視点でね、物事を見てみると、意外と、 自分ということが見えてないことにも気付けるかもしれませんね何かにのめり込んだり何かをやりすぎたりしてると周りは見えなくなります周りの人の気持ちが分からなくなってきますだって自分の中が整理できてないからそこまでたどり着かないんです そんな自分にまた「自分ってダメだな」って言い出すと完全負のループですね。見事にいろんなものがうまくいかなくなるんじゃないかなって私は思います。ぜひね自分がどうしないのか。 どんな道を歩い,ていきたいのかねを忘れないためにねこの大前提続けることをからあの描いてみませんかはいそたかじでね今日は終わっていきたいと思います。 ね、えっ、ー、と、感想とかあったらね、とか、質問とかあったらコメント欄に書いていただければね、できる限り返答しようと思うのでね、あのー、よろしくお願いします。じゃあ、告知ですけどね、えっ、ー、と、6月8日ですね、えー、名古屋鴨頭ランドの太郎ちゃんと、えー、東京鴨頭ランドの平川翔さんのね、コラボ講演会がですね、名古屋で行われます。ね、えー ね、もうすぐ素晴らしい公演になると思うんでね。私はボランティアスタッフで行きます。なので、あの、よかったらね、一緒に遊びに行きましょう。はい、二つ目、ね、7月13日ですね、え落俗奏者平井奈々さんの講演会が名古屋で行われます。ね、そこでも私、ボランティアスタッフでね、参加してですね、えー、予祝会の、あのー、ま、司会を担当させていただいています。ね、最高の一日にしましょう。ね、 はい。えー、っと、そうだな。あとは、えー、おはようございます。えっとですね。あとはね、これ、この動画ってね、あのー、YouTube にあげて、あのー、上げ直しているので、あのー、YouTube、YouTube のチャンネル登録してくれると、順々は喜びます。<laughs> ね。あのー、よかったらね、あのー、チャンネル登録、見なくてもいいので、チャンネル登録だけはしてください。はい。 はい、そんな感じで今日は終わっていきたいと思います。皆さんありがとうございました。またね。